ドイツ、フランスはまたちょっと立場が違うみたいですよ。まずは早期に停戦した上で和平やロシア軍撤退の道を探るべきだ。ドイツ、フランス、こういうこと言う国信用できませんね。まあ、大体ドイツもフランスもね、こういう時には頼りにならないのよ。これ乗っかったらどうなります？とりあえず停戦しておいて、ロシア軍撤退するか、それ。わかったわかった。じゃあ、ここを撤退します、なんて。なると思います、ロシアが。そんなことやったらロシアの思うツボですよね。なんかこういうことを言っちゃうドイツとフランスって、やっぱり信頼できないよね。やっぱこういう時に安定感があるのはイギリスだよ。イギリスとバルト三国ね。交渉でロシア側に妥協すべきではない。だから、ドイツとかフランスとかが言ってるようなことに対して、イギリスとバルト三国は何言ってんだと。何が停戦で撤退？そんな綺麗事あるかというね。こういう時に信頼できるのはやっぱりイギリスですよ。ドイツもフランスも信用できないね。というわけで、ヨーロッパでも一枚岩ではないということですよ。もう停戦しようよということ。いや、最後まで妥協しちゃいかんというので、割れてるわけなんですが、でも、所詮ね、ヨーロッパの国々というのは傍観者ですから、軍を派遣しているわけでもない。ただ武器を渡してはいるけれども、それだって一定以上は関わらないということで武器だけ渡してお茶を濁そうとしてるわけです。日本は武器すらも渡してませんからね。